はい、どうも。どうも。こんにちは。こんにちは。はい、今日は、はい、ちょっとね、久々にバンドっぽい話をしたいなと思いまして、はい、ズバリさ、バンドメンバー選んだり選ばれたりするわけじゃないですか。僕なんかも選んでもらった側なんで、みんなに。そんな中でね、こういうやつはもう絶対に選ばれないぞと、こういう人とはバンド組みたくないなみたいなのにちょっとフォーカスして話をしていけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあなんかありますか、こういう人とやりたくないみたいな。僕はですね、音楽に対してまっすぐで、音楽に関係する、ライブに関係することで怒っちゃう、まあ、沸点がね、はいはい、そこ真面目にやってるからこそ、本気だからこそ、自分のミスだったり、まあ、誰かのミス責めるわけじゃないけど、悔しかったって怒っちゃうのはいいんだけど、そういう怒る必要のないところで怒り散らしちゃう人、そのすぐ話し合えば済むようなことをなんか怒る、怒りで解決しようとする人、これバンドだけじゃないところだと思うんですけど、本当にすぐ怒って罵声を浴びせるじゃないけど、メンバー間でギスギスしたりとか、そういう乱を起こしがちな人はちょっと NG かなと思いますけどね。めちゃめちゃわかる。わかる。俺もキレる人やだ。やったことないけど、バンドのさ、話し合いみたいので、お互いやっぱりさ、自分のまず言った意見がいいと思ってさ、進むから、なんかイライラしてきたりとかめっちゃあるし、わかるんだよ。それで切れたりし始めるとね、話し合いにならないから。そうそれ系だったら結構俺も無理かも。メンバー同士さ、育ってきた環境も違えばさ、全部が違うじゃん、出身もね。で、パートも違うわけだ。そうだね。気持ちなんかわかるわけないんだよ、そもそも論。でも、一緒にやり合おうよって、音楽に、ね、好きなんだからやろうよってなった仲間だからこそ、怒る時に一歩ちょっと下がって話し合いからできるメンバーがやっぱいいなと思うし、ゼロヘルツはやっぱそれができるなって思うし、みんな優しいしね。でもやっぱり真面目な話するときは真面目な話するし、怒り合うとかじゃなくて、こう思ってる人はその意見をちゃんと主張するし、でもみんながそれは違うんじゃないっていうことはちゃんと言うし、俺もね、そうやって言ってもらって襟元正されたんで、真面目ですね。なんかね、それがメンバーかなって思いますよ、やっぱり。どうですか？俺はね、自分の意見絶対に変えない人が、これだけは譲れないみたいなものはもう各々あると思うんだけど、その話し合いをしていく中で、何に関しても絶対自分が決めたことを譲ってくれない人は、この5人でやる意味がないというか、その、あ、じゃあ俺はやんないからみんなでやればみたいな風になっちゃう人とはできないなと。話し合いでをする意味もなくなっちゃうっていうかさ、バンドで難しいのってさ、自分のやりたいこととバンドでやるべきことがさ、必ずしもみんな同じじゃないじゃん。そうだね。それをなんかどう折り合いをつけてさ、みんなもう一個の目標に向かって頑張っていくかみたいなとこだと思うから、聞く耳を持たない、譲れないものがあるのはいいんだけど、聞く耳持たないみたいな人とはやっぱり絶対にやりたくないなって思います。それはそうだね。俺もそう思う、ね、しかもやっぱりさ、俺らみたいなバンドだとさ、絶対的なカリスマがいてさ、その人が主導権を握ってやってるっていうよりはさ、みんな横並びでやってるじゃん。そうね、僕たちの場合です、はい。それらみたいな感じだと、よりそういう人がいたら多分うまくいかないと思う。まとめる人がいないと。確かにね、それはそうですね。自習でやるならなんかそういう人がいるとすごい大変になると思います。そのいいところもあるんだろうけどね、そういうシステムで、そう、もう超カリスマだったらね、また話変わってくるのかもしれないけど、じゃあ衣装を決めるとか、次の曲のコンセプトがあって衣装を決めるときも、今まで出してきたアーシャとか雰囲気で決めてきたりするじゃないですか。そうだね。でも例えばじゃあボーカルが次は絶対軍服なんだみたいな、他の意見聞きませんみたいなのはやっぱりね、そうだね、よくないよね。あ、じゃあみんな王子様でいいけど俺だけ軍服でやるよみたいになったらね、変わってきちゃうから、そうなっちゃうのがね、多分よくない方向なのかなって思いますよね。で、この間ね、ちょっと余談なんだけど、渡辺さん、僕たちの、俺らの師匠ね、俺らの師匠、すごくお世話になってる方なんですけども、この間ちょっと会って話してた時に、定価も知ってるからっていうのもあって、まあみんなのことも知ってるし会ったこともあるんだけど、ひいき目に見なくても
ロイとテイカのバランスが俺はすごく好きだって言ってて、多分この2人がちょっと俺たち正反対じゃん、はいはいはい、でも多分いろんなことを俯瞰して見れるとこは俺ら共通じゃん。なんかこの2人がいるからなんかゼロヘルツのバランスがあるんじゃないって俺は思うよって言ってて言ってくれてた。嬉しいね。そう、渡辺さんはすごく人間としても大先輩ですし、いろんな人を見てきてる方の意見だったのですごく嬉しくて、純粋にその本当に僕たち真反対なんですよ。確かに、ね、趣味とか全然違う割にぶつかんないもんね。そう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 、だからそれがすごく新鮮だし、で、僕は前から言ってるんだけど、多分ね、僕にないものをね、定価が持ってるんだなと僕は思うんですね。ファッションとか言葉選びとかそういう斬新なところとか全部が憧れる部分でもあって、これ渡辺さんにちょっとちらっと聞いて、ね、僕も照れちゃったんですけど、まあなんかデイカが2人で話してた時から、渡辺さんとロイは愛されキャラだと、それがちょっと羨ましいじゃないけどみたいな感じで言ってたって言ってて、あ、そういう風に思う、なんかそういうさ、腹割った話なかなかできないじゃん。確かにね、僕はこう思ってますみたいな、なんかその個人に対しての思いみたいな語ることはあんまないもんね。そうそうそう、メンバーに対して。だから渡辺さん通してなんかそういう言葉を聞けたのもあったんだけど、なんかその俺たちの関係って面白いなっていうか、まあ確かに多分見てくれてるみんなもさ、わかるじゃん。そうね違う感じがでもさ、すごい仲もいいしさ、じゃれ合うしさ、普通に音楽もやってるけどさ、面白いよねって、これがバンドの面白さだなって思うし、今話してたその嫌な部分みたいなのも共通なんだろうね、あ、まあ確かにそれはあると思う、だからこうやってもう5年ですよ、長く続けれてるのがね、幸せですね。しかも5年ゼロヘルツですけど、僕らもっと前から。そうだよね。だからね、2人で映画館見に映画行ったり、ただこう遊ぶ歌うカラオケ行ったりね、いろいろ遊んだな。ねえ、ちょっと話されちゃったね。あと嫌な人、これは、もうかっこよくない人、これは俺の言ってるかっこよくないは、顔がイケメンとかじゃなくて、存在がかっこよくない人とはやりたくないなみたいな思う。いわゆるセンス的な部分だよね。そうだね。例えばだけどさ、すごいだらしない体をしてるとかさ、俺あんま許せないの。ビジュアル系ですしね。ならあなたビジュアル系じゃなくていいですよねみたいなさ、それがなんか面白いかっこいい方向に行ってたらいいけど、その例えばキャラとかもそうなんだけど、自分は何にもできないからふざけて滑りキャラになるみたいな人とかも俺許せないの。その例えばだけど、もうバンド内で普通にやってて人気が出なかったから、自分はちょっと変な見た目で俺は面白いキャラでやるみたいな、バンド的に見たらそれが別にプラスになってないみたいなのが、なんかこだわりのない、自分がダメだったから逃げのその変な人みたいな、あー、なるほどね、そうに行く人は俺結構ね許せないですね。なるほどね。そういうやつは絶対バンドやりたくないでもそれってさ、組んでからじゃないとわからないことでもあるよね。まあ確かに確かに、そうなるとは思わないじゃない、最初の多分セッションでも何でも、それ見極めるの難しそうだね。いや確かに、でもバンドってさ、やっぱ思うけどさ、最初って嫌なとこなんか分かんないからさマジでやってみるしかないよそうだね。無理だったらもうお別れするしかないしさこんな話しといてね、なんだけど本当やってみないと分からないことになるから、やってく中でねそういうのって見えてくるから、そう最初の話してる段階じゃ分かんないから、マジで最初は飛び込むしかないよね。僕もじゃあもう一つ言わせてもらうと、多分前の動画かなんかでメンバー言ってたと思うんですけどね、挨拶ができないバンドマンはちょっとねダメだなと思いますね。順位多いからね、当たり前でしょって思うかもしれないけど、それできてないバンドマンも一般の方も多いと思うんですよ、例えばちょっと物落として拾ってもらったらありがとうとか、おはようとか、じゃあお疲れとか、そういう些細なね、あの一言っていうのがね意外と少ないんですよね、そういうところがねバンドマンには少ないなって思っちゃうんで、そういうところから全部が始まってるというか。それってあなたの感想ですよね。あ、すいません、謝罪ってなんすか謝罪ってなんすか俺こないださ、これも話変わっちゃうんだけど部屋掃除してたらさ、ベージュのパーカー出てきてあれと思って、あんまひげつけて配信してる、絶対ひろゆきになれるじゃんと思ってわざわざあのコードのイヤホン探してつけて自撮りしためっちゃいいじゃん、置いときます
だからまあ挨拶ですよね、うん、もしねこれから組むバンド組むとかあった時に、うん、まあ飛び込むのも大事なんですけどね、とあの組んでから、うん、その今俺たちが言ったようなダメな人がと出会うかもしれないけど、うん、まずは挨拶とか、うん、なんかその辺がしっかりできる人をちょっと見た方がいいかもしれないですね、うん、そうだね。だってさ、旗から見てさ、うん、普通に出会ってさ、うん、定感がみたいにさ、ここに炭が入っててさ、うん、怖いじゃん。ああでも確かにそれでもうなんか挨拶とかしかとしてたら相当嫌なのじゃん。そう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 、うん、今俺と定感が出会った時はこれなかったけど、うん、リオとかあって、うん、俺怖かったの最初、はいはいはい、ガリガリだし俺より背ちっちゃいけど、ね、やばいやつしか見えないもんね。でもめっちゃいいやつだったんだよ。で定感もそう、あのエリアの裏であったけど、あこんにちはみたいな、こんにちはって言うんだみたいな。もっと怖い人たちだと思ってたから、ほんとそういうところで人の印象も変わるし、うん、人となりが出ると思うからね、うん、挨拶大事かなと思いますね。バンドだとね、なんかそう挨拶とかもそうだけどさ、うん、直せるところもあったりするじゃん、うん、で多分お互い出会ってから今まで思うとさ、多分だいぶなんかさ人も良くなったと思う、うん、そのなんかダメなところもさお互いになんか注意し合ったりとかさ、うん、メンバー同士でもあるから、うん、そういうのもあるからまた一概に言うのも難しいね。これができないから一緒にやんなってわけでもないし、そうそうそうですね。それでもいいところがたくさんあるからさ、ずっと一緒にいて悪いところをどんどん直してって、うん、お互い気持ちの折り合いつけてやっていくわけだね。そうね、だからまあ好きな人とバンドやればいいんじゃないですか。本当そう思います。やっぱりさ、今定格言ってくれたようにさ、うん、俺たちだって完璧じゃないじゃない、うん、それは悪いところもあるさっていう、うん、ただそれをどれだけ僕が補えるかっていうところ、うん、で俺がダメなところをどれだけメンバーが補ってくれるかっていうので多分バンドって形成されてると思う、ね、チーム戦だからね。好きな人とバンド組んでください、はい。そんな感じで今日はね、こういう人とはなんか何となくバンドやりたくないなみたいな話をさせてもらいました、うん、はい、他にねこういうやつとバンドやりたくないよみたいな人いたらなんかコメントを書いて教えてもらえると嬉しいです。はい、じゃあ俺とテイカと、うん、今の話聞いて俺とテイカとバンド組みたいよって思ってくれた人は高評価をお願いします。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあその感じでまた明日会いましょう。バイバイ、はい、バイバイ。昔から夢もなく周りに合わせていた。